それではちょっとですね、ここでテキストの場所飛ぶんですけれども、そのアルゴリズムの書き方について少し触れておきたいと思います。とテキストではアルゴリズムの書き方は7ページのところにちょろっと書かれておりますが、もう少し補足も交えながら説明をしていきたいと思います。まずそのアルゴリズムって何ですかという話なんですけれども、皆さん見ていた人もいるかもしれませんが、 NHK の E テレに「ピタゴラスイッチ」という番組がありまして、僕は非常に好きな番組の一つなんですけど、あの中にアルゴリズム体操というコーナーがありました。でこう何人かの人がですね、こう一定の動作をするんですけども、お互いこうそのタイミングをずらして動作することでいろいろなこうポーズがうまく決まるというのがあってですね、非常に面白いなというのと、あとはいろんな方々が登場してましたね。いろんな業界、鉄道ですとか消防ですとか、あと昔ですと例えば女子サッカーのなでしこジャパンの選手の人たちが登場した回も時もかなり話題になったみたいですし、とかですね、あとは僕は趣味で音楽やってるので、NHK 交響楽団の人たちが出てきたりとかしてるのもすごく面白かったんですけれども、そういういろんな人たちが出てきてアルゴリズム体操をやるっていうのも面白かったんですが、そういうところでもアルゴリズムっていうのは言葉できますけれども、一応ここで扱うアルゴリズムというのは日本語だと算法とも呼ばれます。でこれはですね、ある入力式や値に対して、そのある出力式や値を出力するため の計算手順もしくはステップを表すものです。でこのアルゴリズムというのには一般的には厳密な定義ではないんですけども、いくつかの要件が定められているものと広く理解されております。それをちょっといくつか挙げますね。でまず最初は、一つ目は有限性と呼ばれるもので、そのアルゴリズムは有限管理ステップで提出するものですと。有限管理ステップで提出することが保証されていないとアルゴリズムとは呼ばれないということですね。で、2つ目は、全てのステップにおける動作が厳密に定められているということで、その気まぐれでこう動作が変わるということはないということですね。常に同じ、誰が操作しても同じような形で計算が進むということになっています。で3番目は入力で、これは0個以上の入力値を持つ。それから4番目は出力で、1個以上の出力値を持つということで、入力はなくても出力は持つというアルゴリズムも存在します。それから5番目は有効性で、全ての演算が有限長さで十分簡潔に行われるということで、これ多分これは何もしないことをですね、ずっと繰り返すというようなことはなくって、全部必要な操作だけを行うということを意味しております。でこのアルゴリズムっていうのを記述する手段っていうのはいくつかありますけれども、と擬似コードというのがよく用いられます。でこれまでもですね、皆さん計算研修や他の授業などでこの実際にプログラミングも扱ってきまして、で具体的なプログラミング言語を使ってそのアルゴリズムを記述するということもよく行われるんですが、一応この授業ではこの擬似コードというのを使います。でこれはどのプログラミング言語とも完全に一致はしていないんですけれども、大体多くのプログラミング言語が備えているようなアルゴリズムの仕組みというのを取り入れたものですね。ですので、擬似コードで示されたアルゴリズムっていうのは、皆さんが実際に使う際には、皆さんが実際に使うそれぞれのプログラミング言語に合わせてこう書き下すということになります。で一応この擬似コードを使ったアルゴリズムの書き方というのは大体こういった形をしております。まず最初にアルゴリズムとして括弧でアルゴリズムの名前などが入ります。でその次に入力、それから出力っていうので、こう入力や出力の値や式を書いていくと。で最後にこの1番目から N 番目までですね、このステップ1からステップ N までのその計算の動作を書き下すという形で、これからこの擬似コードというのを書いていきます。それからとアルゴリズム特有の記法というのがありまして、大体
その、まあ、こういった計算機数学はもともと数学、もちろん数学ですので、数学と共通した記法っていうのを、まあ、今日は数学を基本としてるんですけれども、ただ、数学ではあまり使わない記法、数学ではあまり使わないんだけど、そのコンピューターサイエンスで意識しなければならないような記法というのもありますので、ちょっとそれを紹介しておきます。まず、アルゴリズムに変数というのがあって、これは数や式の値を保持するものですね。でここで例にありますように、まあ、P とか Q とか U とか V とか W とかいった、まあ、アルファベット一文字などを使って表すことが多いです。で、二つ目の特有の記法としては、代入というのがあります。これは変数に数値や式を代入するというので、数学はこの辺があまり意識的に行われていない場面が多いというか、あるいはその記号もそんなに区別はしないですよね。大体この統合がですね、あるときには、その、両辺が等しいか否かをこう見るための道具であったり、あるいは別のときにはその代入を表す記号であったりっていうふうにして、こう統合、数学では統合っていうのがいろんな役割を持つんですけれども、この、コンピュータサイエンスでよく、この、両辺の統一性を調べることと、それから代入を行うことっていうのは明確に区別して書きます。ですので、この代入はですね、例えば、u 矢印0っていうのだと、これは u、変数 u に0を代入するということを意味するわけですね。矢印の根っこにある数値や式を矢印の先にある変数に代入するということを意味します。まあ、こういうことを使い方をするので、注意してください。次に3つ目としては論理式。これは真偽値ですね。真か偽を返す式ですね。例えば u イコール0っていうのは、まあ、u が0か0であれば、0に等しければ、まあ、真を返し、そうでなければ偽を返すという、まあ、論理式とみなすわけです。あとは、p&q で、この p と q がそれぞれ論真偽値を持っているときに、p かつ q が真か偽かというのを返すわけですね。あとは、not w っていうので、この w が論理式であったときに、その w の否定を返す式というような使い方をします。それからあと4つ目として、return という命令というか文がありまして、これはアルゴリズムの値を返して、その時点でのアルゴリズムを終了するというものです。値を返すというのは、そのアルゴリズムの定義にあったその出力をこう出すという意味ですね。これをよくこの世界では値を返すというふうに言いますので注意してください。まあ、例えば、p という値を返してアルゴリズムを終了するときには、リターン p という、書き方をします。ここまでよろしいでしょうか。そうしましたら、次にそのアルゴリズムにはですね、制御構造というのがあります。でこれはアルゴリズムは、まあ、一連の動作を行うんですけれども、このいくつかの例えば条件に応じて動作を変えたりとかっていうことをしたいわけですね。まあ、そういう柔軟性がないと、そのいろいろな状況に応じた動作っていうのをするのが難しいですので、そこでこの制御構造というのを使って、そのアルゴリズムの動作を条件に応じていろいろ変えることで、アルゴリズムの汎用性を高めています。でまず、主な制御構造としてはここにある3つありますね。1つ目が逐次、2つ目が選択、3つ目が反復と呼ばれる制御構造があります。大体この3つの制御構造は皆さんがよく触れるであろう大抵のプログラミング言語には備わっています。ということでそれをちょっと紹介しておきましょう。まず逐次、これは一番基本的な制御構造なんですけれども、文が並んでいて、上から順番に文を全部実行するというものですね。で、この一つ一つの、その処理の単位を、ここでは文というふうに呼びまして、この文、各文はセミコロンで、区切られております。まあ、こういうのが、逐次ですね。で、次に、選択。これは、if 文と呼ばれるものをここでは使いますけれども、一番上の行にですね、if、α、全というふうな構文があるんですね。ここでのアルファは論理式です。で、その下にベータと呼ばれる文、もしくは文のブロック、まとまりがありまして、ここではそのアルファが真ならばベータを実行しなさいということにします。で、さらにですね、この if 文には下の方にですね、場合によってはこの else っていう言葉と、あとガンマっていうまた別な文のブロックがあって、もしアルファが偽なら、
ガンマを実行しなさいということを意味します。ただし、このイルスの部分は書かなくても構いません。少なくとも、if アルファ then ベータっていうところまで書いておけば、if 文として成り立つということにします。3つ目が反復ですね。で、反復もそのプログラミング言語でいろいろいくつかの構文がありますけれども、ここでは for文と呼ばれるものを使います。で、文の書き方としては for アルファ do と書いて、その下にベータと呼ばれる文の、もしくは文のブロックを書くわけです。で、これは何を意味するかというと、アルファは、アルファはですね、この i が m から n の範囲に含まれると、こういう記号を書くことにします。で、これはですね、m と n が ともに、非不整数としますけれども、m が n 以下であれば、i を m から1ずつ増やして、n に等しくなるまで、そのベータというこの文のブロックの処理を繰り返しなさいという意味ですね。で、逆に、m よりも n が等しいか小さければ、i を m から1ずつ減らして、n になるまでこのベータの処理を繰り返しなさいということを意味します。一応反復はですね、このような形で書くことにします。